こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットプラス、スターホースポケット始まっていきましょう。私は喜多方くるみ、よろしくね。農園で収穫できるわよ。プレゼントが届いてるわよ。感染チケット、クエスト達成よ。知ってるかしら、これ45週ですね。今4月を1週ってことで、今回はサツキ賞に向かいます。うまく余裕残して、早くダービー出れるようにはしておきたいですね。知ってるかしら、いっぱいで追いたくなるとこだけど追いません。まずまずかしら。特別赤いは、いい感じだわ。あ、調子落ちた。そういえば、感じじゃない？大根か。大根だったら両方回復させるものが欲しい。嬉しそうね。よかったよかった。プラス2キロの状態でサツキ賞いたします。ああ、乗れるジョッキーが少ない。岡部さん。何か用？仲間は得意コースですからね。頑張ってもらいましょう。なんとかここで勝ってほしいわね。一番人気なんだ。ただいまより投票受付を開始。いいですね。20マラが2つ。ライバルはアドマイアベーガ、ナイタートップロード。ヤマニアクロっていう馬は知らないですね。誰だ。オースイブライド、マイネルプラチナのあたりか。これが型の太陽の勇士です。頑張っていきましょう。一部よくわからない馬が入っているな。各馬ともここを勝ってダービー、そして菊花賞へ夢をつなげていきたいところであります。さあ、ゲートが開いた。スタンドの大歓声を受けながら12頭が飛び出しました。
先行するのは何か。4番ヤマニンアクロが行く構え。7番カパロ太陽ワイネルシアターがそのうちにいます。12番成田トップロードが上がってまいりました。第1コーナーに向かいます。12頭内を通ってワイネルタンゴシルクガーディアンがその後ろ西の清流。1番タイクラッシャー差が開いてワイネルプラチナム外を通りまして TM オペラ王それからもう一頭、ね、アドマイアベが一番後ろに5番大隅ブライトであります。前の方はゴタゴタとしています。依然先頭4番ヤマニンアクロそしてその後ろから成田トップロード今日も勝利をつかむか片野太陽と岡部騎手ばらけたレース展開です。内から1頭3番ワイネルシアター9番黒い馬体ワイネルタンゴであります。その後ろでやりましょうかシルクガーディアンそれから8番西の星1番タイクラッシャーその後ろ3馬身くらいあって2番ワイネルプラチナムそれから TM オペラ王10番アドマイアベが徐々に差を詰めます。大隅ブライトじわっと上がっていく。さあ栄冠を狙う優勝に中山の最後の坂が立ちはだかります。片野太陽は2番手このまま抜け出すか先頭が追って片野太陽ワイネルタンゴ懸命に追い捉えたかわしたアドマイアベ最後はやっぱりこの2頭か片野太陽が2番手ワイネルタンゴが2番手アドマイアベが1着サツキ賞勝ったのは10番アドマイアベがだ。いまいちキレが良くなかったか片野太陽残念ちょっと余裕残しすぎたか1着当番2着9番三冠の夢はここで敗れました。レースを終えた馬が戻ってきたわ元気いっぱいね早くバター回復させましょう。じゃない？何か用？480キロぐらいまで出てスタンドを登場させたいですね。何？ベストバダージは変わりません。ダービーがこの週ですからね。5月を5週状況多いですね。あら、いいじゃない。なぜ瞬発力が上がる。瞬発力しかオープンしてないのはちょっと気になります。体重減少茶か。嬉しそうね。です。元気いっぱいね。いい感じだわ。あ、ベストバタージャー上がってる。一段成長したということになりますが、引き続き岡部さん。何かよ。今度は体重が軽い。なかなか。うまくいかないものです。成長出るんですね。普通遅ということで
なかなか素質はあるんだが、キレが甘い。でもあの差しとか変更してもいいかもしれないですね。なんとかここで勝ってほしいわね。最後一番人気だが。ただいまより投票受付を開始します。早く距離上限が知りたい。オペラ王、ナイタトップロード、アドマイアベガ、アドマイアベガ、サツキ賞取ってる前ですからね。一方オペラ王は7着、トップロードは5着だったんですね。距離味方って書いてるから距離延長はプラスなんかな。オペラ王、ナイタトップロード、サツキショーバー、アドバイアベガー、なんか引っ張るようになってます。うん、気象があれなのかな。この馬はあの菊花賞も制してますからね。かなり強敵であることは予想されます。さあ、東京優秀日本ダービー片対応大阪を12番。この東京 2400m 芝コースはすぐあの1コーナーですからね。明らかに枠順的にはめちゃくちゃ不利です。そんな中仮装します。ねじ伏せられるか片対応。ダービー馬のオーナーになるのは一国の宰相になるより難しいと言われます。いよいよダービーのスタートです。スタートを切りました。狙いすましたダービーの舞台で勝利をつかみたい12頭であります。先行グループからまず見てまいりましょう。12番カパロ太陽、先頭を徹底的にマークしているブラックタクシードと的場ひとし。いやーこの男は怖いぞ。その外スーッとワンダーフォンが上がっていきました。2番ヤマニンアクロ、成田トップロード、そしてそのうちにファイネルシアター、マルコスオペラがその後ろ、その外に11番ペインテッドブラック、内を通りまして3番テイエムオペラ王、そしてその後ろから5番西野清流、それから離されましてアドマイアベガ、12頭第2コーナー左にカーブを取ります。それから1番大隅ブライト、流れるようにレースが進んでおります。順位が入れ替わっておりまして、先頭はワンダーフォングであります。6番ブラックタクシード、これが1番人気の12番カタロ太陽、それからもう1頭ヤマニンアクロ、差が開いて成田トップロード、そして6番手にワイネルシアターであります。1番内から4番マルコスオペラ、11番ペインテッドブラック、ほとんど馬体が合っています。内を通ってデイエムオペラ王、その外西野清流、ちょっと離されましてアドマイアベガ、まもなく欅を通過します。しんがりから1番大隅ブライト、過酷なコースを走り抜きダービー馬の称号に輝くのはどの馬か。カタロ太陽は3番手といったあたり、先頭ワンダーファング、しかし差はそれほどでもない。カタロ太陽懸命に追う、懸命に手を動かして、加藤とペインテッドブラック、先頭みゆきとワンダーファング、カタロ太陽が3番手、ブラックタクシーの一気に抜けた、頑張る頑張るブラックタクシーの、カタロ太陽が2番手、ヤマニンアクロが差を詰めてきた、捉えるか。カタロ太陽、大隅ブライトも差を詰めてきている。大隅ブライトが対応合わす、大隅ブライトが1着でゴール番を通過、そして2着は際どいぞ。あ、3着か。またアドマイアベガもいるから、なんと最後方にいたオースイブライト、直線一気の追い込みでした。そんな1着1番、2着9番、3着12番以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきたわ。いい感じだわ。はい、ということで騎三位賞こそ勝ったものの、
いけると思って挑んだ皐月賞東京優秀はいずれも3着でしたね。瞬発力 SS なんで、もしかしたら後方からのレースに切り替えた方がいいかもしれません。またですね、ダートも挑戦させてもいいかもしれないですね。父親が太陽の巻き輪をだけに。こんな血統図となっております。ではまた次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。このスターホースポケットの動画集をプレイリストに載せておりますので、そちらをご覧いただければと思います。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。